結局は滑稽本、ギャグテイスト満載。散々いろいろ言ってきましたが、なぜ点は結局はギャグと毒舌をベースにした本でございます。一章はおろか一小節に一つはギャグか毒舌が入っているという徹底っぷり。そして落研の経歴を生かし、その全てを語り出す形式で書き上げました。この本を書物だと思ったら大間違い。俺の YouTube の語りをそのまま書き下した速記本だと思っていただきたい。そんなあらゆる意味で型破りな、なぜ天ぷら磯巾着なのか、間もなく発売でございます。皆様ぜひお買い求めくださいませ。